ボートレース小路は6日間の男女混合戦デイリースポーツ杯三冠戦を繰り返しながら春の訪れが待ち遠しい今シリーズもいよいよ最後の戦いとなりました。第12レースは優勝戦です。1号艇には藤原啓志郎、2号艇には大見翔吾、3号艇には白賀優、4号艇片橋幸隆、5号艇鈴木雅樹、6号艇後藤翔士、以上6選手の対戦です。最終レースは9番通りの並びとなります。1コースを伺います。今日は34歳のお誕生日です。その一発目 V を飾って自身でお祝いしましょう。1号艇地元の藤原、ゆっくりと1コース伺っていきます。2コース2日目後半からのシンペラ交換でリズム急上昇、シリーズ6勝マークは2号艇の近江。3コース今節思うようなスタートがいけずもやもや状態ですが、最後はギア係争を変えてきました3号艇地元の白髪。4コース下げて加藤1、江戸川キリに続いて3場所連続優勝を狙う4号艇の片足。5コース今シリーズスタートが決まっています。デビュー初日を狙う5号艇鈴木は5コースから最アウト6コース節間2回のアクシデントに巻き込まれながらもファイナル進出を果たした6号艇の後藤翔士です。現在ホームは追い風へと変わって風速1メートル前後。第12レースは優勝戦です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートの差4から0台前半。4号艇の片足1周1枠にコースが2号艇近江、1周1枠インから握っていく1号艇の藤原、差し構え2号艇の近江、2番ですから4号艇の片足向こう邪魔に入りました。ここは帰ってきたセットを1号艇地元の藤原啓志郎、2番手2番ですから4号艇の片足、3番手では5号艇2号艇6号艇さって接戦一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇の藤原、2番手が4号艇の片足、くるっとやってくる6号艇の後藤、展開ズバッとくる5号艇鈴木、さらには2号艇の近江ホームに移りました。先頭は1号艇藤原文句なし、2番手が4号艇片足が絞り込め、3番手は2号艇5号艇広がってインコース2号艇近江、アドコース5号艇の鈴木。レースは西目の1コーナー盛り込んできます。2号艇近江をかわす4号艇の片足、外続く5号艇の鈴木向こう止めになりますが、2番手は4号艇の片足、注目は3番手2号艇近江が2手修正、4番手5号艇鈴木、その後方6号艇の後藤、最後方3号艇の白髪。レースは2周目マークの旋回と向かっていきます。先頭1号艇藤原啓志郎、2番手は4号艇片足幸隆、3番手2号艇の近江翔吾、上段級は142。レースはこれから3周目と移っていきます。なんとこのレースインからの藤原啓志郎6番手のスタートだったんですが、それでも1台前半でした。インからしっかりと押し切った1号艇地元の藤原で、2番手が4号艇の片橋で、3番手2号艇の後方が近づいてもう一丁、5号艇鈴木接近中、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。今年初通算6回目の優勝は自身34歳の誕生日に花を添えます。先頭1号艇藤原啓志郎、2番手は4号艇片橋幸隆、3番手5号艇先前大勢は鈴木、切り込んで2号艇サードだ、間もなくゴール。先頭1番藤原啓志郎ハッピーバースデー優勝のゴール、2着は4番の片橋、3着2番の近江ゴール、5番の鈴木、3番白がラストは6番後藤がゴール。なお3連単142、9.3 倍です。以上小島第12列でした。